日コレングループの個人タクシー全コレングループの個人タクシー日本における個人タクシーとは一人一車制個人タクシー事業といい普通二種または大型二種運転免許あるいは中型二種運転免許を持つ運転者が道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業経営許可を取得し自ら一台のタクシー車両を用いて経営するタクシー事業である 2008年のデータで、個人タクシーの事業者数は約4万6000で、タクシー車両全体の16.8%を占めている。いわゆる個人タクシーに対比して、経営者が1名以上の運転者を使用し、複数台のタクシー車両を用いて経営する形態を、法人タクシーと呼ぶことがある。いわゆる、法人タクシーの故障は、一人一車制。 個人タクシー事業との対比上の表現に過ぎず、法人タクシーといっても、経営者の法人、個人の別を問わない。よって、個人事業主として、法人を設立せずに経営許可を取得し、いわゆる法人タクシーを経営することは可能である。国土交通省各運輸局の工事においては、いわゆる個人タクシーを指す場合には、一人一車制、個人タクシー事業との故障を使用している。 以下、本校では、特に中期なき限り、個人タクシーという場合は、一人一車制、個人タクシー事業を指すこととし、法人タクシーという場合は、経営者が、法人、個人を問わず、一人一車制個人タクシー事業以外の、一般乗用旅客自動車運送事業を指すものとする。個人タクシーは、第二次世界大戦中から戦後にかけて、 日本国政府から認められなかった時期があったが、1959年に復活した。民間団体の個人タクシー協会が存在しており、さらに支部に分かれ、各個人タクシー事業者の管理等の事務を行っている。開業にあたっては西免許が必要になるほか、事業区域内で運転を職業としている期間、運転資金、営業拠点の確保、 法令及び地理試験の合格など多くの制限がある。東京23区と政令指定都市や全国の県庁所在地や主要都市で多く見られる。現在、全国78都市で個人タクシーが営業している。逆に、茨城県、山梨県、鳥取県、島根県には個人タクシーが存在しない。事業区域は必ずしも行政区域と一致するとは限らない。 例えば、東京特部と武蔵野市、三鷹市が東京特別区及び武山地区の事業区域となる。東京都の個人タクシー写真左、東公共加盟者写真右、ヒコレント影響加盟者組合員費や交通共済、全室の車種、都職選定や無線配車の関係で組合を倉替えするものも少なくない。東京特別区以外では、 指定のボディカラーを設けている協会と、そうでないものとがある。東京の法人タクシーは顧客に対して、禁煙タクシーが多いが、個人タクシーでは乗務員の方針で、ドアに禁煙ステッカーがなく、乗車中も、喫煙可能なタクシーが存在する。130系、クランセダンスーパーデラックス個人タクシーは、所属する組合により屋根上についているアンドンの形状が異なっている。 歩道側に3つ星の暗闘が取り付けられている一部の個人タクシーには3つ星の暗闘を装備している。マスターツズマークとも呼ばれるこの暗闘は1998年に制定された有料個人タクシー事業者認定制度に合格したタクシーにのみ取り付けが許されている。3つ星を取得するにはまず1つ星、2つ星の順に認定を受ける必要がある。さらに申請を出し、 有識者によるマスター認定委員会の厳しい審査を受けなければ認定されない。現在、マスターッズマークの表示をタクシー組合のアンドに一体的に表示する方式に移行しており、2013年に移行完了した。個人タクシーはほぼすべて一般社団法人全国個人タクシー協会に加入している。ありがとうございます。